Japanese people to suicide.気持ちは分かるんだけども、お子さんのこと考えるとあなたと同じように、あるいはあなた以上にかな、あなたが死んじゃったら苦しい思いや辛い思いや嫌なね、仕事が溜まってるとだけでも気分が重くなっちゃいますよね。それなのにね、細かいなんかいろいろなね、ごたごたが起こってくるとね。手首切った？今？さっき？で傷はどうなの？大丈夫？今日午前1時40分ごろ、国立市谷保の中央自動車道国立府中インター付近にあるビジネスホテルルッピアノで、50歳前後の男性3人が別々の部屋で首吊り自殺をしているのが見つかった。その後の調べで自動車部品会社の社長であることが分かった。警視庁では3人が会社の資金繰りに行き詰まり、経営難を苦に同時に自殺を図ったものとみている。病気や災害、自殺で親を亡くしてしまって心を閉ざしてしまった小学生や中学生といった子どもたちのための心のケア施設です。皆様の温かいご支援ご協力ぜひよろしくお願いします。昨年日本では3万3000人もの人が自殺で亡くなっています。そのうち働き盛りのお父さん、子供を持ったお父さんたちが亡くなることによって1日に30人以上の遺児が生まれています。お願いします。僕のお父さんは、設計士をしてたんですよ。僕が、12歳の時、その年の冬頃からずっとうつ病状態にあって、自分の車を売ったりとか借金があったっていうのは分かったんですけど、ある日7月に学校から帰ってきて、子供たち元気でね、お母さんとは頼むっていう文章で衣装も置いてあって、それを見て、見たお母さんとお姉ちゃんが探しに行ったんですよ、お父さん。結局どこにもいなかった。膝を抱えてっていうか、そういう形で座ってたら、その目の前の洋服掛けの洋服に混じってお父さんがいるのを見えて、で、あ、こんなところにいるじゃんって思って、お父さんって声をかけた時になんか様子が違うなっていうのが分かって、あ、首をつって、まあ、死んで自殺してたんですけど、本当なんか社会が変わってきてて、
一言で弱い人間が自殺するっていう風に言えないような社会になってきてるのかなって。長引くこういう不況でそのリストラにあったり借金を抱えたり、その誰にも相談できない社会だし、自分の地位とか気にする社会だし、誰にでも起こりうるっていう自殺っていう、そういう考えを持ってほしいですよね。東京から来るお客さんが非常に多いためね、この樹海を見学するっていう、それで私たちもね、この青木ヶ原樹海はね、自殺の名所とも言われてるもんで、あまりいいイメージはないんですね。この松本清張先生の本っていうのは本当に綺麗に書いてある。それで自殺者が非常に増えてきてるんですね。去年のね、秋の始まる頃ですね、私が乗せたお客さんは川口湖の駅から乗りましてね、そして風穴まで行ってくださいってことで乗られたんですけどね、私も不思議だったためね、お客さんそれどん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 入っていくから2メーターから3メーターね遅れて行ったんですね。お客さん帰ってきてくださいって、ここまでお客さん4時に僕が迎えに来るからお客さん帰ってきてくださいよっていうことで4時にまた迎えに行ったんです。その時はその迎え行ったところにはお客さんがいなくってね、私は樹海の中をね、今度は2人で探しながら今度は出てくる時に、今度は違うね遺体を丘の上のようなところにね遺体があったもんで、それを見つけたんですけどね、その遺体がそのお客さんだと思ってよく見たんですけどね、そのお客さんではなくて他の遺体だったんですね。そのまま白骨になったのかどうなったのか、ちょっとね私も不安なんですけど、このままなんですね。警視庁のまとめによりますと、昨年1年間の自殺者は 33,048 人で過去最高となりました。このうち借金や失業など経済や生活問題を原因とする自殺は前の年より 11% 増え、自殺者の5人に1人の割合に増えました。
Thank you.